えっと日本にですね、まあ、政策と呼べるような政策があまりはっきりとしなくなってから久しいわけですね、えー、左右の対立軸というのがなくなり、まあ、野党が何を目指してるのかよくわからない一方自民党の方は、まあ、私がコンビニエンス政党と言ってるように、まあ、便利なものは何でも揃ってる全部揃ってるから、まあ、野党も別にあ指して、えー、政策を掲げる必要がない したがって森かけ問題みたいな国にとってはものすごく小さな問題を2年間にわたってコタコタコタコやって結局何の成果も上からないという政、まあ、政治不在政策不在在策の時代に差し掛かったように見えますしかしですねまあ政治とか政策をバカにしたらそれは国民が不幸になるというように実は現在、まあ、重要な政策が目白押しになってるんですよね。 ただそれを回避しているということなので、えー、ここでは、まあ、科学から見たせい科学というのはこの場合の科学というのは、えー、自然科学ばかりじゃなくて尋問科学、まあ、これは文学とか歴史ですねそれから社会科学法学とか経済これ全部科学という名前がついてるんですけれどもここにおける科学というのは、えー、事実を確かめてそれからちゃんとした推論を経て、えー、根拠を築いていくという まあ人間の論理で築、えー、いていくものなのでこれは異論があることもあるんですけども異論が少ないんですよね、えー、科学的事実とか科学的なものというのは、まあ、基本的にはそこにいる全員が合意できるようなものを組み立てていくということなのでこの科学的な手法を使った政策というものをですね、まあ、ここで展開していきたいと思っております。 まず第一に、まあ、現在の日本では非常に重要な原発政策について、えー、少し考えてみたいと思います。えー、原発政策について最も大事なのはですねやっぱり日本の産業の基幹的な思想をはっきりさせるとい、まあ、うことじゃないかと思うんですね。つまり、えー、こう薬を作って販売する場合は。 のの薬を飲んだだらすすぐ副作用でで死ぬようなものはダメだとこれ当然ですね石油化学コンビナートを作ったらその石油化コンビナートがたびたび爆発し住民が被害を受けるのはだめだとでそういうような基幹思想を置いてもですね日本の産業が十分にやっていけ、えー、行ってですね行くことができ、えー、日本が繁栄することができるということはもうもう分かっていることなんですね。 従って、えー、日本の産業の基幹思想ですねこれはあの例えば発展途上にある中国の,おしあの産業の基幹思想ではないんですね中国はまだ発展途上なので少し無理をしてもつまり少しは違反があったり環境を壊したりしてもですねまあいいじゃないかと、まあ、いうようなことがまだ基幹思想になっているので例えばまあ冬になると。 北京市のの空気がものすごく汚れるわけです、ね、まあ日本ではあんなふうな極端な空気の汚れを持つような産業活動っていうのはもう認められていないんですけどもまだ中国ではまあ認められているわけですね。だから全ての日本の産業はですね著しく環境を汚したり著しく人の命に危機をもたらしたりそういったものはですね駄目であると。 もう少し出直してこいというような産業の日本ののの産業の基幹思想っていうものを作るべきなんですねそれでもちろん皆さん言うまでもなく原発についてはですね最も原発で危険なのはやっぱり、えー、環境の放射線汚染ですねこれによる被爆もしくは土壌の汚染、まあ、こういったものがですね え最も危険なわけですよしたがって原発という産業を認めるためにはえー、原発による環境汚染被曝がですね、えー、ある基準以下でなければいけないということですねそれで実は福島原発事故以前はですねえー、原発の汚染についてはまあ、はっきりとした基準がありましてね 産業の基幹思想に合ってたんですねそれは私がたびたび言ってるように一般人に対しては1年に1ミリシーベルト以下の被ばくそれから原発に関係する産業人については1年に20ミリシーベルト以下の被ばくと、えー、これは人間が違うから、えー、基準を決めてるんじゃなくてですね一つは一般の一つの赤ちゃん妊婦 お年寄りいろんな人を含むので病弱な人ですね、えー。1年1ミリシーベルトになっておりまして産業人の場合は原発に、えー、関係する産業人の場合はまず一つは健康じゃなくちゃいけない。から成人じゃなくちゃいけない。まあ、定年前じゃなくちゃいけないというようないろんな制約の下でかつ、えーまあ、毎日ですね、被ばく量を測定する。もしくは累積の被ばく量を測定すると。 まあ,いうことであと健康診断を行うという制約があるんですね。つまり一般人が1年1ミリシーベルトであり産業人が1年2 0リシーベルトであるというのはですねそれなりの理由があついております条件もついておりますね。えー、っと福島原発事故の時に1年1ミリシーベルトは厳しすぎるとか、えー、原発の従業員が1年2 0リシーベルトなんだから 20mm でいいじゃないかとまあ、いうようなまあ 言ってみれば非合理的な議論っていうのが出てきたわけですが、えー、それはですね、一般人でも小学生とか赤ちゃんとか妊婦っていうのを除いたりですね、病弱な人、それから、えー、ちゃんと健康診断をするとか、被曝量を計算するような測定をやってるっていうなら、まあ、あるいは1年に20ミリシーベルでもいいかもしれませんが、少なくとも、福島原発事故が爆発、原発が爆発する前の日までは、 そういうい基準があったわけですねそれから食,食料とか水ですね、えー、飲料水の汚染限度それから食料の汚染限度、えー、それからさらには、えー、土壌の汚染限度というのも決まっておりましてこれも当たり前なんですけれどもある一定の汚染限度を超える、えー、飲料水は水道局は供給しちゃいけないんですね。 飲料禁止になります、えーあのえー、食料もそうですね食料についてもベクレルがちゃんと決まっておりましてそれは必ず必要に応じて表示しななけけければいけないわけですね、まあ、これを後に、えー、福島の人が困るという助け合おうということで、えー、何か風評被害というようなことを言い出す人が現れるわけですが風評被害でも何でもないんです。 産業っていうのはですね水銀だとかヒ素だとかそれからいろんな発岩性物質だとかいろんなものを出すんですねそれぞれ出した恐れがある場合は例えば水銀が漏れた恐れがある場合にはですねやっぱりそこの地域の魚とか植物の水銀の濃度は表示しなきゃいけないんで水銀の漏れたあ恐れがあるにもかかわらずそれを表示せずに あどうも水銀が入ってるからっつって嫌う人たちに対して風評被害というようなことを言うようではですね私は日本でですねえ産業をまずやる資格がないと思うんですねもう我々こ日,本日本国民はおそらくですね福島原発の爆発とともに危険な産業をやる資格を失ったんじゃないかとまあいうふうに思うわけですね。 えー、もちろんこれはですね法律の決め方としてはいろいろ難しい面がありまして1年1ミリシーベルトとかですねそれからあの土壌の汚染基,あの基準っていうのはですねえー、と学問的な進歩もあり、えー、議論もあってですねしたがってどういう書き方になるかというと法律ではですね、えー、原発からの放射線で、えー、日本人が被害を受けてはいけないとか。 それから土壌が基準以上に汚染されている場合にはその土壌を汚した本人が片付けなければならないというようなことが実は法律であってですねでその法律の下の、えー、政令とかそれから告示でですね具体的な1年1ミリシーベルトとか1平方メートル当たり4000ベクレルといったですねそういった基準を決めてですねそれは随時状況に合わせて変えていくと いうのが大体のこの産業の基幹思想に伴った法律の作り方であると、まあ、いうことですねですから福島原発で崩れてしまった、えー、この産業の基幹思想をもう一回、えー、きちっと構築し直すということがまず第一に原発政策にとっては必要だろうと思います